それでは最新気象情報です。山口さん、センター試験が近いということで、はい、まあ、このタイミングでの雨雪というところ非常に気になりますよね。そうなんですね、はい、で今度の金曜日と土曜日、南岸低気圧がやってきそうなんです、はい、関東地方南部の方にも雪を降らせる代表的な気圧配置なんですけれども、はい、まず天気図をご覧ください、はい、こちらがですね、17日金曜日の朝9時の図です。九州の南海上に低気圧が進んでいきます。でこの後土曜日ですね、18日になりますと、はい、こちらがセンター試験の、はい、1日目ということですね。そうですね、この日が初日なんですが、はい、関東の南海上低気圧が通過していきます、うん、でさらにこの後日曜日センター試験2日目ですね、はい、低気圧そのものは東の海上を離れていきまして、もうこの段階ではこの低気圧影響はないんですけれども、うん、金曜日から土曜日というのが一つポイントになってきます、はい、で天気アイコンで見ていただきましょうか、今度の週末このようにですね、金曜日と土曜日、はい、仙台は土曜日雪の予測です、うん、これは低気圧の影響ですので、ちょっとこの降り方お気をつけください、はい、で太平洋側その他はですね、広く雨を予想しています、はい、ですので関東についても金土と雨では予想しているんですが、うん、今後それが変化してこないかどうか、これがポイントになるかと思います、はい、まあ、こういった雨になるのか雪になるのかというのは、はい、まあ、低気圧次第で変わってくるんでしょうか。そうなんですよ、はい、位置がどこを通るか、これが重要だというふうに見ています、うん、はい、でこちらの図でご覧いただきたいんですけれども、今のところですね、少し陸地に近いところですね、うん、これを通過する予想になっています、はい、ただこれが少し南の方に下がりますと、北からの寒気団をより引き込むとこういったことになりまして、はい、まあ、気温を下げることで雪になる可能性もあるというふうに見ています、はい、まあ、ちょっとこの通る位置、これが注目点になりそうですね、はい、今後の最新情報を確認する際にもこの低気圧の通り道、はい、注目する必要がありそうですね、 今後も最新の気象情報を随時ご確認ください。最新情報をお伝えいたしました。